はい、最後リアルイエイ行きたいと思います。別冊から、あー危ない、もう出ちゃう、もう出ちゃう、せーの、せーの、パン、星くんだなんかもうすごいんだけど、もう腹見えちゃったやつを、うわー、もう今しか出ない、今しか出ない、だってもうこれツイッターで回ってきた時保存したもん、この写真、これこそ拡大コピーよ。次、せーの、パン、星くんだ、これどう96年が揃いましたね。モネがさっき2枚出て、いやちょっと星くんがここでまた出たよ、せーの、でん出てる、白すぎて全然白い、白い、え、オールバックじゃん、めっちゃかっこいい、もやみたいなのかかってる、好き、トレカもいきますか、いきたいと思います、せーの、バン、え、またスンガンだ、全種類スンガン、ホープだけだ、多分出てないの、さあ次、せーの、でん、シュアちゃんだ、シュアちゃんはさっき、あ、これが HMV だ、シュアちゃんはかわいい、もう口角よ、この口角がかわいい、もう、せーの、でん、ミンギュ、ミンギュも出てる、キムミンギュバクイケ、なんかごめん、手に力が入んない、せーの、ドン、お顔が可愛いやん、なんかもう可愛すぎて切れそう、これで一応ね、トレカは全部終わりまして、わ、最後出たの誰だ、あ、スンガン2枚とシュワちゃんとミンギュだったんだ、すごい、すごい、楽しい、さあ行きましょう、今度こそサクサク行こう、はい、もうちょっとダメだよ、うん、あ、これが、はいはいはい、これ、ね、これ見た見た、これを見た、これを見た、回ってたな、今回遠い、遠目だ、いいよいいよ、ちょっと心臓に優しい、しおちゃん始まり、かっこいいな、これいいな、柵越しの女子は、柵、うわ、柵挟もうよ、すごい、ダメだ、サクサクいかないと、眩しそう、かわいい、眩しい、どぎゃ眩しい、かわいいな、まぶみん、まぶみん、これが星くんですよ、さっきぶりです、待って、はぁ、もう好きじゃない、これめっちゃ好き、すっごい、もうちょっとダメだ、うわぁ、すごい似合うね、ミンギュ、あれあれ、ディノがこうなってここにミンギュが来るんだ、そういうこと、ミンギュこのイカチーノいいな、うわちょっとめっちゃキモいこと言って、これでめっちゃ怒られたい、はみたいに言われたい、何言ってんのみたいな、なんか歯が似合う、そう、は意味わかんねえんだけど、歯が似合う、待って、モネがヒョウ柄着てる、てるこれ多分カラッタちゃんならわかる、モネがヒョウ柄着てるよね、モネがヒョウ柄にブス、すごい新しいモネよ、これすごい好き、すごいジョーカーなんかつけたらさ、ちょっとやだ、しまっちゃうよ、買わせて、かわいい、一人だけなんかかわいいもん、ヨジャガルの写真集買っちゃったかなって思う、ふぅ、何をかけてんのこれ、首から横顔が本当に素敵、ああもう一回目そらしたい、かっこいい、似合う、歯も歯が似合う、待って、何言ってんの、リアルのみんなに怒られたいな、あー、上半先輩、上半先輩、ラスボス、ラスボス感がすごい、なんかパン買ってきて、全然パシって、もう何でも買ってきます、チェリーのワイシャツ着てるよ、うん、俺コッペパン買ってきます、俺コッペパン、俺コッペパン、めっちゃじわじわくる来た、何がいいですか、もう何買ってくればいいですか、カプースさん、俺コーラ買ってくる、あ、ちょっと待って、俺コーラ50本ぐらい買っちゃう、あれそういうことか、この撮り方すっごいおしゃれ、めっちゃストリートなんか、バレンシアガが似合うな、ほんとバレンシアガモデルじゃん、あ、やだ、近いって、かわいい、いいよいいよ、近くて、さっきからさ、この近さで耐えられるのがすごい、この顔面よ、待って、なんで一回こういうの挟んでくんの、え、これどういう変化球、すごくない、ブチギレられたいな、すごい、夜中に倉庫とかに呼ばれて、おいちょっと来いよっつって、ウーバーイーツ持ってる、え、ねえ、すごいじゃん、じゃん、白いよ、ちらっと落としちゃった、綺
綺麗。待って供給がすごい。夢の中に出てくる時が間違いない。おい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 待って、夢じゃん。抱きしめちゃうよね、わかるよ。一緒に抱きしめよう。もう保存したもん、ツイッター回ってる。絶対金属バット持ってる。ヌナ言いましたよね、こうやってみたいな。ヌナ僕ツナマヨって言いましたよ。これシソ昆布じゃないですかみたいな。え、誰かと思った。ちょっと髪の毛がパーマっぽい。ニンキュペン生きてる。もうかっこいいじゃんこんなの、うん、俺猫飼いたいとか言ったらもう100匹買ってくる。いや全然買うよ。待って待って、誰、何かと思った。スンガン、え、これ一瞬誰かと思った。え、一瞬マジでボノニかと思ったんだけど。私ボノニだ。待って、こうやるとあのボノニ、このあの視界こうやってやるとボノニだもん。ボノニだこれ、すごくない。超真顔のまま刺されたい。うー頭。こんなんもう殴られた後にこうやってやってるやつだよみたいな。これ嫌いなんだけどとか言われたい。マッチとか言って変なの買ってって。え、何これ、かっこいい。どうなってるの。こんなの水木しげるしかしない格好じゃん。もう水木しげるの格好じゃん。なのにこんなかっこいいって何。だって全身レザー。レザー最高じゃん。もうダメだよ。ジフン様、もう白米おにぎり500個作ってくるもん。本当だよ。待って、これ絶対呼び出してるな。これあのさ、はい、ね、言ったよね。はい、ノクペス、これ絶対殴り終わった後50人ぐらいを一気に倒した後のやつでしょ。間違いない。はい、そして皆さん屋上へ集合。やっぱここさ、モネクのエクスペの目の場所だもん。この前ハオタンがここの写真あげてて、何の写真なんだろうって。これですか。あえてコンセプトを見ないようにするって大変だな。こんなに素晴らしいものをこんなにたくさんの供給とともに本当に生きててくれてありがとうございます。カラットちゃん生きてますか。おでこも楽しみましょうね。楽しみましょう。私たちも行きます。ということで皆さんもぜひご携帯、はい、今紹介しましたが、はい、全部皆さんどれが好きでしたか。聞きたい、それも聞きたい、うん、もう買った人とかはね、うん、私この携帯のこのメンバーが好きですとか、うん、あったらもう本当に聞きたいし、ね、皆さんのお話、私はこの携帯好きですってやってしましょう。逆にちょっとまだ買ってなかったけど、うん、これ見てやべえなってなってね、うん、買う方はもう絶対損はないので間違いない。ぜひ買ってみてください、はい、マジで楽しいです本当に。ということで今日はここまで、バイバーイ。